もっと全身の連動を使って走れるようになりたいな。走ると肩周りが緊張してきちゃうな。走るとすぐ足が疲れちゃうな。そのような50代のランナーのあなた、今回は全身の連動を使って今よりも疲れずに楽に走れるようになる方法をご紹介させていただきます。どうも、ランニング整体師ゆう先生です。もし全身の連動を使った走りがわからない50代のあなたは、今回の動画の内容を試していただくと、全身の連動を使って走る感覚がつかめ、今よりも楽に走れるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ランニングのご指導をさせていただくと、上半身が硬く足の力だけで前に進んでいる方や、肩周りに力みが入ってしまっている50代のランナーを多く見かけます。そのような方は上半身と下半身の連動を使った走りが行えていません。そもそも全身の連動とは何かというと、ランニングにおいては腕振り、肩甲骨、肋骨、骨盤、足の動き、これらの動きがタイミングよく行えることで、腕を振る力が足に伝えられ、反対に足を動かす力が腕を振る力に伝わっていきます。この上半身と下半身、すなわち全身の連動を使った走りを習得するためには、特に50代の方は肋骨と骨盤を反対にねじる背骨の柔軟性が著しく低下している方が多くいらっしゃいます。ですので、今回はまずはその背骨を柔軟にする方法をご紹介させていただき、次に肋骨、肩甲骨、腕振りの連動、そして股関節と骨盤の動きの連動、最後に腕振り、肩甲骨、肋骨、骨盤、股関節を連動させる方法、そして実際に全身を連動させた走りと連動を止めてしまっている走りの違い、それぞれ見ていただければと思います。仰向けで両膝を立てます。片足を膝の外側にかけ、反対の手で膝の外側を持ち、足と腰をひねっていきます。しっかりとねじったら元に戻し、今度は反対も同様に行っていきます。これを10回行っていきます。でいきます。5、6、徐々にねじりやすくなるはずです。7、8、9、徐々に大きく10。次にうつ伏せで片膝を90度に曲げ、腰をひねりで足で反対に床をタッチします。元に戻し、これを反対も同様に行います。これを交互に10回行っていきます。でいきます。股関節から足を動かす意識の歩き、歩幅が小さく腕の振りが小さいです。みぞおちから足を動かす意識の歩き、骨盤肋骨が動き、腕振り歩幅が大きくなります。上が股関節、下がみぞおちから足を動かす意識の歩き、下の方が自然と腕振りも歩幅も大きい歩きとなります。みぞおちに指を当て、みぞおちから上の肋骨を左右にひねります。徐々に早く行ってみましょう。肩甲骨を前に見せる意識で行います。腰はできるだけひねらず固定し、頭は前を向けたまま行いましょう。次に手を腰の後ろに回し、今の肋骨をひねる動きをしてみましょう。肩の力が抜けていると、ひねった側の腕がポンと前に投げ出されます。素早く肋骨を左右に振ってみましょう。肋骨が前にひねられると、肩甲骨が前に移動し、腕が前に振り出されます。反対に肋骨が後ろにひねられると、肩甲骨が後ろに移動し、腕が後ろに振り戻されます。うまく行えると、腕がムチのようにしなるような動きとなります。つま先を地面につけたまま膝を前に出します。慣れてきたら腕振りもつけ、左右交互に行いましょう。膝を前に出すときは、かかとからつま先まで順に滑らかに地面から離れ、膝を後ろに戻すときは、つま先からかかとまで順に滑らかに地面に設置していきます。次に手を腰の前に当て、骨盤の突起を触れます。先ほどの膝を前に出す動きを行い、膝を前に出すと同時に骨盤の突起も前に出します。
これを左右交互に行いましょう。慣れてきたら腕振りもつけ、リズミカルに行いましょう。次につま先を地面から離して膝を前に出す足踏みを行います。この足踏みで膝を前に出す際、骨盤の突起も前に出してみましょう。この時もかかとからつま先まで順に滑らかに地面から離れ、つま先からかかとまで順に滑らかに接地する意識で足踏みを行いましょう。骨盤の突起を膝と同時に前に出すと、自然と肋骨が左右に大きくねじれる動きが起きるのを感じてみてください。今の足踏みと骨盤の動きに加え、最初の手を後ろに回し肋骨をひねる動きも同時に行ってみましょう。骨盤の突起を前に出す際は肋骨は後ろに引かれます。うまく行えると全身が滑らかにねじれ、腕がムチのようにしなります。今の動きのまま走ってみましょう。骨盤と肋骨が動き、歩幅と腕振りの大きい走りとなります。肋骨が使えると肩が交互にわずかに傾き、胸の向きがわずかに左右に揺れる動きが見られます。連動していない走り、骨盤と肋骨の動きが小さいため歩幅も腕振りも小さくなります。肋骨の動きが小さいと左右の肩の高さは変わらず、胸は前を向いたままほとんど左右に揺れません。上が連動していない走り、下が連動している走り、下の方が肋骨と骨盤が動き、腕振りと歩幅が大きくなります。左が連動していない走り、右が連動している走り、右は肩の傾き、胸の左右の揺れが見られます。はい、ということで今回は50代の全身の連動がうまく使えないあなたに、全身の連動を使った走りを習得する方法をご紹介させていただきました。しっかりと腕振り、肩甲骨、肋骨、骨盤、股関節、これらがタイミングよく動き、全身を使って前に進める感覚が得られた方は、今よりも確実に疲れずに楽に走れるようになりますので、ぜひこの連動を使った走り、習得していただければと思います。また、今月の第4日曜日、7月23日の日曜日ですね、皇居にて、全身の連動を使った走りを習得するというテーマで、ランニング会を行いますので、ぜひご興味がある方は、こちらか下の概要欄にある、ゆう先生の LINE から、ランニング会参加希望と送っていただければ、詳細の方を送らせていただきます。ということで、今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。もしよかったら、いいね、コメント、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。